どうも皆さん、こんばんは、爆笑問題、田中祐です。青汁王子の友達。我慢汁王子本当によ。ね、捕まっちゃうんですよ。脱税しちゃうんですよ、本当に。なんだ、青汁王子って。いやー、結構わかんない王子がいるんだねいましたよ。いや、結構テレビ出てたんですよ、あの人。出てたのそうそう、俺知ってたんだから。 で、なんか、まあ。青人の国に住んでる。違う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 。そういうわけじゃないんですよ。子様もいるのいやいや、いないと思いますよ。まあ、ほら、まあ、イケメンで、若くて社長で、すんごい儲かって海の王子みたいなもん、ね。海の王子はちょっとじゃあやめてください。ちょっとそれちょっと今大変だから。今ら海の王子は。今それはやめてください。青汁王子と相談してるわけです。違います違います。全然違います。俺たちこれからどうしよかいやいやいや、全然ちょっと。やめてください、その王子同士 <laughs> そうなのうん。 あの、北、八王子で。違いますし王子精神も関係ない。王子聖子も。王子精神王子も変だから。あれは本物の王子だから。あれ大変だ。もうラスベガスでも。う何百億と使っちゃうドラムスコね。もう、あれは違いますから。あれ西川先生と仲いいから。もう大変だよ。いろいろ。入り乱れちゃって、もうさ。そうだ あの人だな。大鳥欄も大変だろ、今。大鳥欄もがまたさ。日野翔平さん。なんだよ、よくわかんないな。あのマネージャーしてたのが、なんだか取っちゃったってうんで、それが日野翔平さんの内縁の妻のこと。それもかんなくだすすぎちゃってさ、ネタにできないんだよな。説明が難しくてさ。 大鳥取取っちゃったでございますみたいや、それとも、そりゃもう、大鳥、違う。大鳥ですから。大金取っちゃったでございますみたいな大鳥圭介のものですから。ねで、あれもわかんないねあの、ケヤキ雑貨が日向雑貨に改名っていうニュースが今日はどうだっていいじゃないそれは別にどうだっていいじゃないか。あ、でもね、そう考えるとね。平から、そう、だだから、そんなのはどうだっていいんだけど。ね昨日ね、TBS でずーっとやって歌番組、見なかった あ見てないですね。すごい面白かったね。ベスト100って。歌姫ベスト100って。今までの CD とか、そのシングルの売り上げで、ベスト100をずーっとやってくわけよ、うん。はい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 、はい。おいでさ、すごい、あの、どん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 発表して、あの、マチャキが、酒井さんがやってて、あ、この番組いいなと思って、内田由紀ちゃんがさ、アシスタントやってんだよ。内田由紀贅沢だよなね珍しいね。うん で、宮迫がやってて、イムリとか出てるんだよ。私は何かしらってバカ。まあいいやそれは。出るわけねえじゃねえか。その一言だけでも、もう仕事終わってるから。今まで出ない。まだ出ない。まだ出ない。ドキドキしますなって。最高です。出るとしたらあの映像だろって。あれ多分1位であれはでもどっかに出るから。オーディションベスト100だったオーディション映像ベスト100だったら1位になるから。1位に踊り姫とかね。だけどさ、 見てたらさ、やっぱ、どのぐらい、どういう予想するいや、それ、さっき、<の>でも、マネージャーから聞いちゃいました、それ、聞いた昨日こんなやっててっていう。俺、それで見ててね。うん まあ、ジョイは、おそらく、聖子ちゃんとか、ももちゃんね。あとは、ひばりさんも入んのかな、とかさ。あるじゃないはいはいはい。で、安ムロちゃんは多分相当行くだろうと。ね。で、あと、歌田だよね。はいはいで、ドリカムかな、と。ミーシャン。この辺だね、歌姫っつって。まあまあまあね。だいたい出てる。あと、ジュディマリ、ね。はいはいはい。でもまあ、その、CD 売り上げでっていうんで、どうかな、と思ってたら、 で、ピンクレディがゲスト来てる。ピンクレディが十何位かなんか、やっぱり入ってんだよね、うんうん、ちゃんと。うんうん、そりゃそうだよね。<で>まあ多分こよ短いから、ね。CD が売れた時期と、やっぱ、ずれてるじゃない。で、そうすると、あ、そういうのもあんのか。うん、で、後半、あの、全、割と、その、20位から30位あたりに、あの辺が入るんだよあの、 あ、こ岡本真代とか、ああいうの。ああ、あのな何ロマンスの神様とか、ああ、こうだあの、へいちゃむくれし、みたいな顔して。あの、なんか、ちょっと、ちょっと、ちょっとやめてください。それはダメだけど。それ本当ダメだよ雪の女王みたいなね。あの人とか入ってくんだよ。やっぱあの辺はほら、CD 売れてるから。広瀬香美さんだ。広瀬さんとかさ、入ってくんだよ。なんか、学校辞めちゃった人ね。 あの、校長先生だったんだけど、やめちゃった。どこ行っちゃったんだか分かんない人ね。やるんですか、それ。学校、あの、揉めたじゃない、広瀬香美って。学校やめた。儲か学校をやってたんだ。あ、あ、事務所と揉めて、広瀬香美ってもう名乗るなんつって。お前はブスと言えって言われて。やめてそういことは言われてないけど。本当ダメですよ、もう。まあまあ、入ってきて、ビザードとか。 ああ当然、ユーミンとか来るわけですよ、ああね,ね、まあね。竹内マリア。はいはいはい、来るでしょで。ユーミン来て、あ、じゃあ、みゆきも当然。で、途中、イルカ登場でああ、やっぱりね。で、イルカさんは、でも入ってないの。まあ、だから、その、せ、全部の CD レコード売り上げっな入ってるいでしょうん。だけど、うん、名残リユの、やっぱり、うん 誰かの、白くしようかなのおすすめで、イルカさんが登場して、名り行き、歌うわけだよ。いいね。いいね。あれがまたさ、もうなんかあの、ちびまる子ちゃんみたいな顔してさ、歌うんだよ。さっきから別に、容姿はいいけど。だ別に。だそれ俺、それを俺感動したんだからね。あの、桜桃子先生のお葬式の時に、タラコが出てきて、 私とイルカさんと、ももこ先生は本当に声も顔もそっくりだった。なるほどね。確か似てんなと思いながら、タラコと、たらこかイルカ、どっちなんだろうなって。イルカちゃん、イクラちゃんはイクラちゃんでさ、また全然違うからね。似てないから。で、やってて、上位がさ、やっぱ欅ヤキかとか入ってくるわけ。当然。で、まずあの、TRF も出てきて。で、 やっぱ小室プロデュース強いなぁと思いながらさ、ガンガンガンって来て、グローブまで来るわけだよ。はいはい、ほら来るね。だから上にアムロちゃんがいるでしょうね。当然。当然。で、そっから今度、秋元さんやね、シャラン級の方の、ツン君のハロプロが、ハロプロが、モームスとかがパッて来て、あやいやとか、ああいうのも来て、 いやその辺強いな。でもまだ、歌田出てない、なんとか。ところが、歌田が出たんだよ。それ、7位ぐらいに出たんだよ。意外に早くね。早い。で、黒木前がその、3つ下ぐらい出てんだよ。黒木前ね。あ、黒木前はいはいはい。なんだあ、歌田ってこんな、この辺なのかと。そうだね。あんだけ CD 売り上げ。そうだよね。しかも、歌田ヒカル出たとき、う軒並み30%だからね。そうだよね。 テレビ、あんなことありえないんだから。なかった。ポップジャムだけ出なかったんだから。そうなんだよ。マジかしんないけどね。マジかしんないけどね。あれはほら、やっぱり、客前ではまだ歌わなかったなあの時ね。だから、NHK オールだったから、出れなかったんだけど。ほいで、歌が出て、で、その後、もう、桃井ちゃんとかも出てきて、割と早い段階で、もう、ひばりさんなんかも特訓に出ちゃう。ねで、 えっと、それで、こう来て、そしたら、あの、欅坂と、もう一ついいんじゃない乃木坂乃木坂みたいなの。と、えっと、AKB だよねが残ってるわけだはいはいはい。で、天野ちゃんも残ってるわけね。はいはいはい。で、欅坂が出たのかなうんうん。うん。欅坂じゃない何が乃木坂いや、欅坂じゃないですか。乃木坂だ。乃木坂が先に出たんですか先に出たのかな。どうでしょうかうん。はい。 あれあと、そうすると数合わねえなと思って、ね。だって、俺の頭の中にはもう、聖子ちゃんは、当然1位か2位だろうか、まあ上位、ベスト3には入るだろうと思って、わけだよね。そうだね。で、それで、あと、歌田と、ね。あれちょっと合わねえと、歌田出ちゃったわけだよね。ミーションかなんミーションもう先に出てるで、そうするとやっぱり、あの、あれかな、その、 AKB グループで締められちゃうのかなと思ってたら。えっとー、3位に来たのがザードだよ。うん。ザードね。ザードザードは来るでしょ。すごいんだよね。すごいよ。だからあの、ビーング系のあのあたりっていうのはもう CD が軒並みもうミリオンですから。<ー>そうでしょ、はい それでさ、その前のその、キヤキザカとか、みんな、あの、口ずさんで、ワイプの中で。イモリはイモリで緊張しながらも、まだ自分が出てないから。いやいやいやそれもうって口ずさんでんだけど、キっキザカとか上位なのに、誰も口動かしてないゲストの年齢、ゲストの年齢ね。いや、年齢幅広いんだから。幅広いんだ若い人はまあでもね。いやいや、口ずさめないで誰も。で、工藤静香あたりも組んで、パッと。 それで、聖子ちゃんも来た。うんうん、そう、あと、残り二人。うん、は,いはいはいはい。誰だろうって思ってたら、うんうんうん、浜だよ。いや、あゆね。あゆ<ユ>。あゆ <laughs> です甘 <laughs>、はいゆ来ちゃった。いや、そりゃそうですよ。だから、あゆは絶対、それゃもうじゃない、上位。上位んだね。いや、それじゃ、そりゃそうでしょ。<laughs> 俺だ、俺、歌だのが全然上なのかと思ってた。いや、その CD の売り上げで言ったら、ああだって3年連続レコード大賞かなあゆは。確か。 そうなんだね。うん、ぐらいじゃないですか。うなんだと思って、俺全然、頭に浮かびもしなかったから。ああそうなんだ。うん。それはだから、もう、それこそ CD が超売れる時期の、の、でもあるし、うん、歌だに比べると多分、数が多いんないかな。多いんだかな、ね。うん。あの、シングルのリリースの多分。 それで一 AKB。まあ a k b だからさ、うん、結局、つんくよりも小室よりも、うんうん、秋元康の金儲けのうまさだよな。いやいや、もう金儲けつつつ。<laughs> いや、まあ、あ本当にさ、<laughs> まあね。AKB が歌ってるけど、誰も歌えないんだよ、ね。いやいや、それは、AKB が歌えるのもあるでしょうけど。フライムゲットはやってたけどさ。えーえーえー で、途中、マリちゃんとかさ、ハマチマリちゃんとかやって出くんだよね。時間ですよ、の、名シーンとか。面白いんだよあー、すごいね。さんとの絡みが。そね。それは、マチャクさんいるしね。最高なんだよ。あ、そう。ん。で、ユーミンのやつなんか笑っちゃって、ユーミンが貴重映像ですって。四十何年前に、ユーミンが TBS で歌って、おしゃれな作りでさ、ルージュの伝言歌ってんだよ、ユーミンが。うん。 ね、うん、そこで、ある大物芸能人が乱入しますって。うん、ご期待ください。芸能人乱入まで5秒前とか言って。うん、ユーミン、当時、まだ30ぐらいのユーミンが、おしゃれに歌ってるのはやっぱかっこいいんだよね。あの頃からユーミン。うんうん、歌ってると、こっちから本当に酔っ払いみたいな釜やつひろしが出てきて。えー <laughs> <laughs> もうう邪魔でしょがないんだよ。かまやさんが。すげえな、それ。そう。ユーミンの隣来て、ユーミン嫌な顔してんだ露骨に。いやいやいや。なんつて、かまやさんやってんだよ。頭ちょっとずらしながら。それは大好き。そんなわけないでさ、ょ。やてくださいよ。それさ、じゃねえよ。酒井さんが、あの、かまやさんとユーミンは、本当に仲良かった。仲良かったんだ。かまやさんの還暦の、パーティーでユーミンが全部仕切ったんだって。あ、そうなのそいで、も 歌手呼んで、歌歌って。森山良子じゃないんだね、そこは。森山さんは親戚だから。ね。うん。だけど、それで、あの、やったんだよ。だから、坂井さんはそれがすごく、うん。羨ましかったぐらいの、そうなんだ。関係だったんだって。面白かったね。あ、そう。いや、その、あの、びっくりしましたよって、上原がさ、1位。驚いたな。のやっぱ、もう。だやっぱでもそれはある程度予想してたんだよ。 秋元康が長期政権じゃない。結局さ、AKB ってさ、もう何年も続いてるわけで。だけど、結局上位に、けや坂、乃木坂、AKB、これがもう上位に、どんどんどんって入ってるから。 いかに秋元やし、で、ひばりさんも当然入るわけだから。まあ、川の流れもそうだしね。ね。で、おにゃくグラブも。おにゃんこも入るでしょダックド静かなダックド静かも入ってそうですよ土田がいたから。うん。で、おにゃんこも、全部入、あの、やっぱ入るんだよね。そう考えて、すごいよね。いや、すごいですよ。だそれこそ、キョンキョンの曲とかもさ、入ってるわけだから。きキョンキョンも、キョンキョンも入ってたね。秋元さん。いろんな人やってるから。みぽミポリも入ってたしああ。だけど、やっぱすごいね。いやー、そう。秋元やしってね。ね。 えー、作詞家の売り上げ枚数でも秋元さんが1位だそうですね。だから。自分で作詞してんのかと思ういやいやいや、ってるでしょ、それは。悪言が2位で、3位が松本隆だって。あんな曲かけないよ。書くんでしょ、そ,れはっそんなこと、そんなことないでしょ。本当かよ、と思っちゃったな。昨日、あれでしょ、FM の NHKFM かなんかで9時間丸ごと松本隆特集っていうのをやってて。 ああ、そう。ね松本隆はもう当然そう。天才だからさ。ずっと一日中松本隆のゆかりの人がゲストに来たり、コメントしたりとか、もちろん曲はもう、あらゆるヒット曲をかけてたやつ。ちょっと俺はもうほんと、一部分しか聞けなかった。だからね、いくらちゃんが言ってたけど、赤いスイートピー、ね、あるじゃない で、今もう赤いスイートピーって当たり前なんだって、花屋で。だけど、あの当時赤いスイートピーってなかった。スイートピーって白しかなかったんだよな。それを、ね、赤いスイートピーがあんまり流行ったもんだから、品種改良した。今や赤いスイートピーが当たり前になってるって、これが松本隆の凄さだよねって、イクラちゃん言ってたけどね。すごいよね。 知らなかっただからさ、世の中を変えちゃうっていうのが、で、昨日もやってたけど、ピンクレディがウーロンちゃンをね、ヒットスタジオでね、ね、あの、しかもさ、ケイちゃんがその時、またケイちゃんもすごいんだけど、腹膜炎になって、盲腸で、年末盲腸になって、それでね、切って、手術してまだ治ってないのに、 もう、もうファンが待ってるからつって、うん、傷口開いたまま踊るんだよね。レコード対象でレ。レコのはい。その時、あの、ラップ巻いてたってさ、自画、はい、にジムと、ファンが弾くから,から。<laughs> <laughs> どういうことなんだっっすごく、あの時のケイちゃんは、だ俺はもう、もうまさにリアルタイムで、俺は、その、1年前に盲をやってるのよ。 実際、ケイちゃんの、だから、同思いをしてんだ。いやいや、てか、俺は別に多分、みーちゃんがね、その時ね、みーちゃんが面白かったのは、その時見せてもらったんだけいちゃんがね、キしてラップ巻いてるから、で、けいちゃんがね、みーちゃんに、見るって見る見る言ったんだよ。まあまあいいや。みーちゃんが見るって言ったんだって。あの頃バカだから、ピンクレディーもやりま頭、もうさ、忙しすぎてバカになっちゃって、バカじないよ。見る見るなんて言ったんだって。 で、ラップを撮って、ガーゼ撮ったら、ミん。ーちゃん言うわけだよ。クジラの目みたいだった意味わかんないじゃん。クジラの目を見たことあんのたからまだあるかそれさ。も開いてた。1センチ開いてたって言われクジラの目みたいに開いてたんですよさあ言ったら。はいなんだろうな。いや、でも本当に俺当時ね。 俺は、その一年前にの秋にもうちょいやってるわけよ。で、その後一週間どころか、一週間で退院は済んだけど、学校行き始めても、ずっとやっぱ痛いの。そうだ,よだからそう、傷口が。だけど、ケイ<で>ちゃんもだからリハーサルの時までは痛かったんだって、うん、いや、だからほんと、<laughs> 本当に、信じらんなかったもん。ケイちゃん猛暑になったってニュースはも日本中駆けぎって、これはもう、レコ体無理じゃねえか。駆け巡ったの駆け巡ったのよ。で、もう無理だと思ってたら出てくるってって歌って、しかも UFO ですよ、その時。いやいや、メドレーやったの。メドレーレコ体で。レコでメドレーやったのやったの。そっかそっか。もうとにかく俺は見て。最後、もう、オンテットが辛いんだよ、オンテットが辛くてしこれは。すごい見てて。辛いね。うん。 <laughs> でも出てて、でんでんでんのとこのそうそう、UFO。誰もいかいよ。あれもいかいよ <laughs> ああ。あと、で,でこのね、のやつもこれをね、うん、どうやってしのいだかって言ったらさすがに、ラップで巻いたっつってさ、土田、うん、あっつってたね。ほんで、あの、イモリは、うん、あの、 体を傾けて踊ったんじゃないかって腸が出ないようにウーロン茶でウーロン茶でウーロン茶をヒットスタジオで、うん、今これ飲んでますっつったら明くる日から伊藤園に、うん、ウーロン茶のあれが殺到して、うんうん、すごかったんだよね何万？4年間何万 な何トンしかやってなかったのは、何百万トンったって。年間。それで、伊藤園のビルが建ったんだ、ね、<laughs> あまあまあ、でも本当に。伊藤園は、もうピンク・レディさんに頭がもう上がらないっ,って本当にそのウーロン茶って聞いたこともなかった、ね。ったそれまで。今じゃもう飲み物のお茶系の代名詞のウーロン茶。うん、今こうラジオ聞いてるね。うん、若い人とか。まああーこ中大食だもんね、ウーロン茶で。で、居酒屋が全部ウーロン茶だそうそうそう。酒飲めない人が。 で、一気に増えたんだよ。本当に。何ウーロン茶かんのウーロン茶って言んで、う伊藤園の真っ先出したんだそしたね。それがもう爆発的に揺れて、ウーロン茶ブームだよ。そうだよ、もうだけど、その時スタジオでミーちゃんとケイちゃんが、確かに紹介したのは覚えてるけど、飲んだ覚えはないですなんだそれ。なんだよそれ。飲んだっけって言ってたすごいだろ。いやーすごいよね。あの、 爆発力がすごいね。いピンクレディはもう爆発力って言ったら叶わないね。いねあの社会現象さんは、ね、れはだから。もう、うん 今のお金で観戦したらもっとすごいる。もうレコード売り上げとかもううんぬんじゃないもんね。日本中の子供たちが踊ったってことだね。だってもう、あの、本当に一日が終わんないんだって。うん。だろうね。いやだから本当トシちゃんとかも聞いても、その明星とかの表紙の写真ってのは深夜だっつうんだうん。そうじゃなきゃもうみんなが仮眠で、だから一日が早いんじゃなくて、一日が長いんだ長いだからどこで一日が終わったか。そうなんだよね。感覚がないんだって。 そうだろうね。3時4時まで仕事して、うん、もう2時間とか1時間とかしか間がなくて、うん、朝6時からもう次の現場みたいになって。ね。すごいよ。もうレコーディングとかも全部深夜だって。ねえ。うん。